OC より過激、 OC よりおしゃれでゴージャス、全米大ヒットドラマついに DVD で登場、ゴシップガール。セレブ高校生たちに関する目撃情報とスキャンダルな話題で噂の情報サイト、ゴシップガール。嘘、ゴシップガールのネタ読んだ？誰かがグランドセントラルでセリーナを見たって。1年前、突然姿を消したハイスクールの人気者が帰ってきた。アッパーイーストサイドのスーパーリッチな高校生にとって、高級ホテルにリムジン、刺激的なパーティーは日常の一部。高級ホテル暮らしのセリーナ。私がデザインしたドレス着るんだったらいいのさ。有名デザイナーの母を持つブレア。セリーナ。何？ブレアは親友なの。あなたはその彼氏で愛されてる。アーチボルト家の一人息子ネイト。このまま敷かれたレールに沿って生きていくのかなって。ホテルオーナーの御曹司チャック。俺たちには何よりも金がある。ただ幸せっていうメニューがないだけだ。忘れられた90年代のバンド第9。そしてかつてのロックスターを父に持つ庶民派ダン。ダンがセリーナとデート。娘を利用して私に近づく気じゃないわね。はい、セリーナよ。知ってる。セリーナたちに憧れるダンの妹ジェニー。仲直りできたと思って。できてたよ。あんたとネイトのこと知るまでは。彼らを中心に織りなすセレブな日常と目まぐるしい人間ドラマ。ニューヨーク版 OC、 ティーン版セックス&ザシティ。通学スタイルからパーティーでのフォーマルスタイルまで、可愛くてリッチなセレブ高校生が着こなす最新ファッション。大ヒットドラマ OC のクリエイターが放つおしゃれテレビドラマに全米のティーンが熱狂。あんたと歩くといつもこれ。セリーナ役のブレイクライブリー。ブレア役のレイトン・ミースターがこのドラマをきっかけに大ブレイク。さらに注目度急上昇中のチェイス・クロフォード、エド・ウェストウィック、それぞれ映画の主演に抜擢されるなど最旬若手キャストが出演。ゴージャスでスキャンダラス。ニューヨーク・マンハッタン発、スーパーリッチなヤングセレブたちの最旬ファッションドラマ、ゴシップガール。もうだからこの街って好き。ニューヨークのセレブ高校生の日常を刺激的にスキャンダラスに描き、全米で大ヒット。登場人物たちが着こなす最新ファッションに日本でも話題沸騰。新しいガールズドラマとして一大ムーブメントを起こしたゴシップガール。キャストが大ブレイク中の中、待望のセカンドシーズンがいよいよ登場です。あのセレブ高校生たちが帰ってきた。ダンと別れ、夏休みをハンプトンズの別荘で一人寂しく過ごすセリーナ。私はネイトと出かけた。いいわね。まだよくわかんないけどいいよ。一方のダンは毎回違う女の子たちとデートに大忙し。ブレアと一緒に行くはずだった旅行をすっぽかしたチャック。プライドを傷つけられたブレアは新恋人を連れて帰ってくる。そしてセリーナと付き合っているという噂だったネイトだが、大体キャサリンは人妻だよ。ダンの妹ジェニーはファッションデザイナーを目指し、ブレアの母のスタジオでインターンとして働いていた。あの、ちょっと私の作品を見ていただけますか？ここは学校じゃないの。見る義理はないわ。ますます複雑に絡み合う人間模様。それぞれの恋の行方は。そしてゴシップガールの正体は。高校生活最後の年が始まる。ずっと君を忘れられずにいた。豪華ゲストスターが出演。ファーストシーズン地上波放映中。ますます過激、さらにゴージャス、もっとファッショナブル。セレブティーンのリアルライフを描いた最新ドラマ、ゴシップガール。
日本のみんな、ゴシップガールよ。今日はすっごいビッグニュースがあるの。ニューヨークのセレブティーンの日常を刺激的にスキャンダラスに描いたガールズドラマ、ゴシップガールサードシーズンが DVD で登場するの。今まで見逃しちゃったみんなのために一応おさらいしておくね。嘘、ゴシップガールのネタ読んだ？誰かがグランドセントラルでセリーナを見たって。名門コンスタンス・ビラード学園に通うセレブ高校生セリーナが、なぜか突然姿を消して1年、再びニューヨークに帰ってきたところから全ては始まったの。セリーナの親友ブレアは有名デザイナーの母を持つ学園の女王様。幼なじみの恋人ネイトはセリーナに気があるって噂。女同士の戦い勃発？ネイトの親友でホテルオーナーの御曹司チャック。俺たちには何よりも金がある。そしてかつてのロックスターを父に持つ庶民派ダン。まさかセリーナがダンと付き合うなんて。今までの男とは一味違って新鮮だった。はい、セリーナよ。知ってる。セリーナたちに憧れるダンの妹ジェニー。夢は学園の女王？それともファッションデザイナー？彼らを中心に複雑に絡み合う人間模様。ごちゃごちゃ余計なことを考えるの。セリーナとダンはくっついたり別れたり。父親の逮捕で窮地に陥ったアーチボルド家を救うため秘密の関係を持つネイト。ネイトは？たった今別れてきた。女たらしのチャックと勢いで一夜を共にしたブレアはお互いの気持ちを正直に伝えられずにいたけど、愛してる。ついに付き合うことに。チャックのパパとセリーナのママが結婚。二人はめでたく義理の兄弟に。セリーナのママはダンのパパとも分けあり。これってやけぼっくいになんとかってやつ。目が離せないのはそれだけじゃないよ。彼女たちが着こなす可愛くてリッチな最終ファッションも見どころの一つ。大学生になった S や B のファッションも気になるよね。もうだからこの街って好き。ハイスクールを卒業したらリアルライフが始まる。ゴシップガールサードシーズン。さらにセクシー。ちょっと大人になったセレブティーンが帰ってきた。バカンス先でハメを外したセリーナがゴシップネタと一緒にパパラッチを大勢引き連れてご帰宅。さすが S。 ブラウン大に進学するって噂だったけど、ニューヨークからはなかなか離れられないみたいね。ブラウン大のことママに言うのが怖いんでしょ。 NYU に進学したバネッサ、ダン、ブレア。クイーンの地位を築くまでしばらく寮にいるだけ。コンスタンスでは女王様だったブレアもここでは浮きまくり。大学でも同じように行くと思ったら大間違いだよ。 B と熱愛中のチャックが他の子とイチャついているところを目撃。親父の名声の陰で生きるのはやめた。父親の後を継いで会社経営に乗り出したそうだけど、そっちは大丈夫？いいスーツね。孤独な僕がついにセレブの仲間入り？なんと映画スターとダンがデートだって。やってくれるよね。私が選ぶならあんたがクイーン。新しい時代が来たの。みんな自由になろう。コンスタンスの新女王になったジェニー。改革ぶち上げたけど簡単にできると思ってる？こちらはおじいちゃんブリーバックリーだ。コロンビア大に進学したネイトには新しい彼女ができた模様だけど、彼女ネイトの家とはライバル関係の一族の娘とか。波乱の予感がするのは私だけじゃないよね。レディーガガ、ヒラリーダフ、豪華スターがゲスト出演。あなた最高。俺はチャックバスでお前を愛してる。噂の最新ドラマゴシップガール、もちろんもう見てるよね。エクソエクソゴシップガール。I'm someone who's not going to stop looking for love just because I've lost it, which is why I'm going directly into the belly of the beast, Paris. Ooh la la! Paris is burning and Serena and Blair lit the match. Of course, your flame is hotter than mine. Serena, what happened? Blair, what happened? I just happened to have a thing for French waiters. And anyone on a Vespa. It's like choosing between Napoleon's and Eclairs. They're both delicious. I'm gonna take a break from a little soul searching. Chuck left me his little black book.
Congratulations, Daddy. Serena, this is a terrible time. I'm sorry. I'm gonna have to call you back, alright? I'm sitting in front of my favorite Mene and hoping I lock eyes with someone who's doing the same thing I am. That is complicated and beautiful. Have you seen Gossip Girl lately? Ready for what? And you are? Waiting for me. Los Angeles is a plastic surgery layover, not somewhere you live. And who are you? He's Chuck Bass. Everyone in Hollywood reinvents themselves. Are you that guy from that movie? Yes. The word is yes. 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 How about a tour? Absolutely. Sheriff, if an opportunity presents itself, I take it. There's nothing I won't try once. Is this the master bedroom? Let's destroy it. I'm Nate Archibald, and you are... Dunna. Can't you see there's a party going on and you're not invited? Crashing parties is one of our favorite pastimes. This is a wedding. You cannot marry her. Real names, no holding back. Everyone gets exposed. I want a fresh start. Do that again. No one can ruin this. Aren't you forgetting someone? Not that it's any of your business, but I'm not pregnant. Nate must be thrilled. Chuck, too. What are you talking about? The whole school saw them throwing down over your cheap ass. The boyfriend and the best friend. Pretty classy. Consider yourself dethroned, Queen Bee. Jenny. It is highly unlikely that I will ever forgive you for going to Nate. But if you walk away from me now, I will also ruin you. How are you gonna do that? To congratulate you in person. You ruined my relationship with Nate, Serena, all of my friends. Even little Jenny thinks she's too good for me, so. Bravo. Just like you wanted. I have no one to turn to but you. Actually, you don't even have me. I don't want you anymore. And I can't see why anyone else would. I'm fine that your ex is here. Because you invited her. But we're together now. I think your stuffing's burning. I'm so glad you two could make it. Yeah, everything looks wonderful. Doesn't everything look wonderful? The bar certainly does. He'll perk up. He's just dehydrated. And is that your old beau, looking more handsome than ever? It's so generous of you and Dan to invite him to your Thanksgiving. I'm not sure Dan feels the same way. What are they? Tropical storm. Hopefully Chuck can hold his tongue until after the pie. Have you seen Nate? No, not yet.
Oh, Dorota, this looks amazing. I may need to have a second plate. Oh, and the toasted almonds are such a lovely surprise. Speaking of surprises, I was so sorry to hear about Bruce Kaplan's passing. I had no idea. What happened? He was so young. Drowning. He was sailing on the Bass yacht and just fell overboard in broad daylight. You'd think someone would have jumped in to save him. God, how tragic for his family. And for Bruce. It's odd that Bart never mentioned it. Are you okay? I don't know. But you can gloat, you were right. For the first time ever, I'm sorry I was. Well, 90% sorry. 10% of me is glad I was right. Thanksgiving is ruined once again. Are you kidding? What is Thanksgiving without a side of drama? And pie? Apple or pumpkin? Both. Dorota has obviously become lax in announcing visitors. There's no need to reprimand the help Louis invited me in. I should have known you manipulate someone. How can you blame me? You won't respond to my texts or calls. I just wanted to be there for you after the baby. Well, as you can see, I survived without you. And I intend to continue that way, so you should go. That's it? I'm just cut out of your life without any explanation? My New York wedding is in less than a month. I have to keep my priorities in order. We were your priority. What happened, Blair? What changed after the accident? Did it ever occur to you that there's no such thing as an accident? Well, it certainly felt like one when the car hit the wall. Or it was the universe's way of pointing out what's really important. How can you say we weren't important? We were the only thing that matters. Well, you're obviously not leaving, so I will. Tell Louis Bergdorf stayed open late so I can finish our registry. Never know the truth. Gossip Girl here, your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite. Who is Gossip Girl? Since the beginning of the series, that is for sure the question that we've been asked more than any other. And everybody has their guesses. I used to get up and pretend it was Rufus because he's the only one who had so much time on his hands. I have no clue. It has to be me, right? It's me, Doc. I'm Gossip Girl. You didn't know that? No, I'm kidding. Gossip Girl. I decided this year that my dog Penny would be Gossip Girl. We do photo shoots of Penny in front of the computer and, you know, text it to each other. I think it's Dan. I'm just gonna tell you who it's Anna Winter. It is. She's Gossip Girl. It's probably Dorota. Dorota! Dorota. Dorota? I think that would be amazing if she was Gossip Girl. I think it's me and her. We've never really had a scene together. I think it's been us all along. Gossip Squirrel. I've heard some rumors that some people are making returns for the last one or two episodes. Maybe it's Jenny. She didn't really go to England. Those are some pretty good guesses. Sarah, who do you think Gossip Girl is? I know who Gossip Girl is. I know too. For 5 years, that's the secret she said she'd never tell. But this year, she's telling. XOXO, Gossip Girl.